あと数あと10秒ぐらいでこうスッと入力していただければ。まず誰かっていうことなんですけども、西永と言います。属性的には、ホビーエンベデッドプログラマー、趣味組み込み大好きプログラマーみたいな感じです。今日は、趣味で来ているので、はい、ちょっと前まで学生だったんですけれども、就職して上京してきてこちらに来ています。まあ、昔やったことといえば、GSOC、Google Summer of Code 2016に参加して、Linux Foundation のプロジェクトに採択されて、グレッグ・クローハートマンさんのもとで、まあ、Linux をマイコン、ARM マイコンに移植するってことをやったりだとかしていました。結局パッチは Linux の方には送らなかったんですけど、U-Boot の方に送って取り込まれて、今他の人がいろいろ直して、多分ほとんど形もなくなってるんですけども、一応そんなことしたりします。あとセキュリティキャンプに2013年から参加して、その後チューターとか講師とかやらせていただいています。で、U-Boot コントリビューターってあるんですけども、2016年以降最近全然やっていないので、ちょっとこれ言っていいのかなって感じがしています。で、あとは GitHub とか、スピーカーデックとかの適当に見てください。今日の話なんですけれども、主にシンクエーサーというものが何かというのを紹介した後に、デフォルトの OS、まあ、デビアンをインストールするために何をしなきゃいけないかっていうところと、あとはアーチ Linux を入れたいっていう、こう僕の希望があって、それをやったので、それを紹介します。待って、でそもそもシンクエーサーって何かなんですけれども、これ別名というか Linux の方だとデベロッパーボックスが言われてるんですけれども、ARM64 の、乗った、デスクトップマシン、まあ、各ソーシャルネクストの方だとサーバーっていうふうに書いてあるんですけど、僕はこれデスクトップマシンとして使っています。でスペックとしては、ARM Cortex-A53 が24コア載っていて、メモリはデフォルトだと4ギガのアンバッファードのやつがついています。で、MAX だと16ギガを4スロット乗っけて、いくつだ、64ギガのしかも ECC がついた感じにできるらしいんですけれども、ちょっと僕はまだ4ギガのまま使っています。ハードディスクは1テラのハードディスクがウエスタンデジタルのやつがついてきて、ランとしては1ギガのオンボードのランが使えます。 PCI Express は、かけ1が2本とかけ16が1本入っていて、そのうち1つはグラフィックカードを、GeForce の GT710 を突っ込んで使うので、まあ、残り2つっていう感じになっています。残り2つもなんかいろいろあるみたいなんですけど、僕はまだいじってないのでちょっと何も分かってないです。これ、かけ16ですけど、スロットの形だけ16で、実は配線はかけ4しかない。衝撃の事実が今コメントか、この資料コメントかなので、ちょっと誰かコメントをすると言って後で修正しておきます。で、USB が、3.0 が2本と USB2.0 が2本います。確かいたはずです、裏にいたはず。で、あとは、これ96ボードの一員なので、96ボードによくあるロースピードコネクターっていう、2ミリピッチの、2ミリピッチの40ピンのコネクタもついています。でお値段なんですけども、ティップアンストップでちょっと前まで13万円でした。でティップアンストップちょっと前までっていうのは、今売り切れちゃってるみたいで、値段がすら分からなくなっている状況です。でこのボードを、私はこれ個人的に買ったんですけれども、何が面白いかっていうところなんですは、まず UEFI ブートが普通に使えますと。これ96ボードのシリーズだとハイキーボードの上では使えるんだけど、他のやつだと使えるのかよく分かってなかったりとかして、まあ、ちゃんと UEFI が動く ARM64 のマシンっていうのがなかなか貴重なので、まあ、触りたいなと。
HTTP ブートが使えて、どうも OS のインストールがすごい簡単にできるらしいっていう話を聞いていたので、まあ、これも試したいなと。あと、これは結構後から知ったんですけども、Debian のスラブートの中見て、普通 ARM の組み込みのボードって、Linux のカーネルと一緒にデバイス3ブログ、デバイス3ソースから生成したデバイス3ブログっていうのを食わせて、まあ、なんかマシンの情報を Linux に教えたりするんですけども、どうもそれがない。なんか ACPI から情報を取ってきてやるようになっていると、あ、なんだそれ面白いって感じです。あとは JTAG がちゃんとついていて、ローレベルのリカバリーにも対応している。どれだけぶっ壊していいかっていうと、普通 BIOS をぶっ壊したら大変なことになると思うんですけれども、このボードは BIOS にあたる UEFI のところをぶち壊したとしても、復旧することができるし、もっとそのもう一つ下のレイヤーでぶっ壊してもなんとかなるっていう。なっています。もう少しと下のレイヤーって何なんですか？基本的にはあの本当にブートローダーのところからぶっ壊しても大丈夫です。電源が入る限り JTAG で機体メモリーを触って、ブートローダーを込むことができてしまうので、自由です。自由です。かなりそうで、ちなみにあの UEFI ブートと ACPI ブートをデフォルトでサポートしてるんですけど、これが UEFI と ACPIなんていうかメンテナーを開発してます、に使ってるリファレンスボードになってます。で、何より、そうですね、あとは最後に24コアマシン、すごい楽しいんじゃないかと思っていて、実際これ触ってみると本当に楽しくて、これ右側は Linux カーネルをビルドしている時の様子なんですけども、今ちょっと見てみましょうか、ついに。今ちょうどここにこう繋いだやつがいるので、これ見えますかね。僕はこのボードにチセという名前をつけて遊んでるんですけど、まあ、このマシンが今、自宅にある、シンクエーサーのボードにつながっていて、 N プロックをすると、24コア出てきます。これで実際にビルドをこうぶん回してみると、 Linux カーネルで今ビルドを回すんですけれども、すると、ここ逆にもっと小さくこんな感じで CC もガーッとなんで、もうしばらく待つとここのロードアベリーっていうのが18とか19とか20とかに上がっててすごく楽しいです。っていうところが僕にとってこれ楽しいところですね。さて、で実際に購入をしてみて届いたのが、販売は確か3月の初めだぐらいだったよ、初めだったか終わりだったかそれぐらいだったんですけど、僕の家に届いたのは4月の19日でした。届いてすぐに開けて、左側の箱の方が、ケースが入ってる箱で、下の方が、マザーボードとかの入ってる箱です。開けてみるとこんな感じです。で、かなり手順を飛ばしたんですけど、メモリを、普通の DDR のスロットがあるので、そこにメモリを挿して、マザーボードが普通の M マイクロ ATX の形をしているので、それをケースの中に入れて、あとは電源を普通のパソコンについている電源をサクサクっと挿して起動すると、こんな感じのかっこいい画面が出てきて起動します。あとは、細かいところなんですけど、この後電源も測っ、どれだけ省電力なのかっていうのを測ってみたところ、アイドル時がだいたい 20W か 25W ぐらいで、カーネルをビルド、今要するに今やってる作業を間はだいたい 30W ぐらい使いました。で、CPU はこれ、画像を見てもらうと分かるんですけど、 CPU ってこれファンレスなんですけれども、じゃあどんだけ音本当に、ファンレスな音がしないかというと実はそうではなくて、電源モジュールが、ファンありなんですよ。で、電源モジュールだけファンがある、電源モジュールの12角のファンが、まあ、これゆるゆる回るぐらいだったら全然うるさくないんじゃないかと思うんですけども、非常に残念なことで、うちだとちょっとケースの方がこう一緒にビビっちゃってるのか、すごい、普段は気にならないんですけど、寝るときとかに結構気になるようなことがしています。これは多分ケースを変えたり電源を変えたりすると変わるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ実際にこの動かしたボードに対して OS をインストールしようと思います。で、この OS をインストールするときに何が使えるかというと、普通の組み込みデバイスだったらなんか SD カードの中に Debian のイメージを入れたりだとか DD でこう
ラズベリーパイだと GG でラズビアンを書き込んだりとかするんですけども、このボードはそんなこと、シングエーサーはそんなこといらなくて、UEFI のスペシフィケーション 2.5 から HTTP ブートっていうのがサポートされていて、これを使う と、HTTP サーバーから、UEFI のアプリケーションのバイナリーを持ってきて、それを起動して、でそのまま OS のインストールまでできちゃうっていう機能があるみたいです。で僕はこれを OS のインストールまではやらなかったんですけど、実際に自分で作った UEFI のアプリケーションをその HTTP ブートで取ってきて、起動してみるっていうのを昔やってたんですけれども、そのまま OS までインストールができちゃうと。でやり方としては本当に簡単で、ボードに LAN ケーブルつないで、電源オンして、で、ブートマネージャーのところで、インストールデビアンストレッチっていうのが出てくるので、そこをポチッと押すと、あとは勝手に、デビアンのインストールが始まりますというふうになっています。でこれが、実際にドキュメントに載ってるその手順なんですけれども、パパッと飛ばす、この辺りを選択すると勝手に IP アドレス取ってきて、ファイルのダウンロードが始まって、ダウンローディングがこう終わると OS のインストールも始まりますというふうになっているんですよね。あ、それじゃあ、UEFI のメニューでそのメディアを選ぶと、インターネット上にあるアドレスがもうそこに、はい、UEFI のエントリーとして HTTP ブートとそのリナのサイトからイメージを取ってくるみたいな、リナのサイトだったかちょっと忘れちゃったんですけど、そこは取ってくるっていうエントリーがちゃんと追加されていてっていうのは、そうか、そこで見ればいいのか、EFI マネージャーだったと思うんですけど、どうやってたっけな、とりあえずこれと出てこないか、あ、出てきた、これか、ここですね、インストールデビアンウンタラっていうのがあって、ここをポチッとすると、デビアンのダウンロードが始めて起動してき上がってきます。お、ほら、ローダーベリーが今25になってます。とても楽しい様子が。いや。家の中、いや、あの電源ファンはあの全然負荷かかってない、電源自体には全然負荷がかかっていないので、電源ファンの周りは一定なんです。なので CPU のファンもまあファンレスなので、そこでうるさいってことは基本的にない、あの高負荷になったからといってうるさくなることはないんですけれども、ただ単純にあのなんだ、定常的にちょっとうるさいっていうだけで、で話を戻すと、この HTTP ブートって本当にすごくあの楽らしくて、先に買った友人のリバさんという方がいらっしゃるんですけども、彼は、こうブログで書いてるんですよね。LAN がつながっていることを確認したら、そのエントリーを選択して起動するだけで、あとは手順に従ってインストールできて、ディスクイメージはインストールを落とす必要がなくて、すごい簡単っていうふうにこうすごい感動していらっしゃったんですけども、それは僕には当てはまらなくて、こんな画面が出てくるんですよね。だってでこれどうなったか、何が起きたかっていうと、デビアンの、インストールイメージを UEFI が取ってくるっていうのは成功したと。でそこからパッケージのフェッチのするあたりまでは成功したんですけども、その途中でなぜかこうリトライが大量に発生して、パッケージがダウンロードできないっていう現象が起こると。でなんでだろうと思ってこう見てみると、ルーターに対してピンを送ってみると、この辺りタイムのところを見てみると変な値が出てて、9500とか7000とか出ていて、なんかおかしいぞと。でこれ後から聞いた、平松さんに聞いたところ、これは基地の問題で、ネットワークの辺りがちょっと変なことになってて、まず最初にファームウェアのアップデートを試してみてほしいというふうになって、ファームウェアのアップデートをしますと。ファームウェアのアップデートはドキュメントがちゃんと用意されていて、アップデートのメソッドとしては OS からやるのが多分一番安全な方法で、ファームウェアアップデートのコマンドを叩くっていうのが一番安全な方法。ただ僕はまだ OS がインストールすらできていないので、これが使えないと。で、次に安全な方法として USB メモリか何か経由でインストールができるっていう話を聞いていたのですが、ちょっと
分からなかったので、というかここには確か書いてないので、次にちゃんとここに記載されている CR 経由でやるっていう方法をやりました。で CR 経由の方法はまあ書かれているのでそれ参照なんですけれども、一つ注意点としてはこのメソッド、シンクエンサーのマザーボードには、なぜか USB マイクロ BK ポートがいて、そこは何が入ってる、何がつながっているかというと、デバッグ用の UART1 のシリアルが USB 変換されて外に出ているっていう状況で、そこに接続すると、まあ、普通の Linux でコマンドを送るだとかはそこ経由で行えるデバッグ用のポートがあるんですけど、このボードリカバリーの時にはそこのポートは使えなくて UART0 の方を使わないといけないんですよね。UART0 にアクセスするにはどうすればいいかっていうと、Q6 ボードの、ロースピードコネクタの方に、CR 変換ケーブルを挿してやらなきゃいけない。しかも、あれって信号レベルが 1.8V なので、ちまたに言ってる普通の USB シリアル変換ケーブルと使えなくて、どうするかいいかっていうと、もしそれで、一番いいのは、UART メザニンボードっていうのを、出していて、今だ日本だとスイッチサイエンスで買える、確かに最近マルチでも売ってるんだったかな、そこで買えるのでそれを使うのが一番良くて、それができない場合はどうするといいかというと、スイッチサイエンスという USB CR 変換ケーブルって、FTDI のチップを使ってるんですけど、 FTDI のチップってあれ信号レベルを、信号の電圧をいじるためのピンが出ていて、そこに何を入力するかによって信号レベルを入れ替えられるので、そこに直接 1.8V をぶち込んで信号レベルをいじるみたいなことをすると無理やり使ったりもできます。僕はその方法でなんとかシリアル経由でファームウェアのアップデートを行ってみたんですけど、まあ解決しないと。じゃあどうすればいいのってもう一回聞いてみるところ、平松さんから、インストーラーを新しくしてほしいっていう話で、インストーラーを新しくしましたと。でインストーラーを別のところから持ってくる方法としては、まあ、いくつか方法があるんですけれども、直接そのインストーラーの URL をその EFI のエントリーとして追加して、やる方法なんですけども、こちらはちょっとあまりお勧めできなくて、なぜかっていうとすごく長いんですよね。すごく長いと結構画面が崩れちゃって入力がうまくいかないことがあって、正直あんまりお勧めできない。代わりになんですけど、もう一つ方法があって、ISO のファイルを自分のローカルのマシンに落としてきて、そこで HTTP サーバーを Python か何かでこのポンと立ち上げて、そこからダウンロードするっていうのが2番目に僕は楽な方法だと思っていて、僕はこれを使って、インストールをやりました。あとは普通に、ISO のイメージを USB に書き込んで起動するっていう方法もあるみたいなんですが、僕はちょっと試していないので、未検証です。というわけで、平松さんのおかげでなんとかデビアンのインストールが終わって、これで快適な環境が手に入りました。で終わらないのが僕なんですけれども、こんなことを思い始めましたと。I am a Linux user、 So I want to use Linux Arch Linux on SyncEraserって言い出して、ズブズブと沼にはまっていきます。あ、ちなみに、補足なんですけど、実はこの前にも沼にはまっていて、Debian の上で KDE を使いたいって言って KDE を使い始めたら、見事に、グラフィックのバグを踏んで、システムが完全に応答しなくなるっていうバグを踏んでるんですけれども、まあまあ今回はちょっと省いて。いや、どこのグラフィックカードが、オープンソースの人流ドライバーと相性が悪くて、確か X86 でも起きるって言われてますね。KDE 使うなっていう。まあ、ヌーボのログが大量に出てきて、システムがいきなりすごく重くなって動かなくなるっていう現象を僕は発見してしまっていて、では僕は次にアーチリナックスをインストールしましょうと。アーチリナックスでこれから話すのがアーチリナックスのインストールの方法なんですけれども、すいません、ちょっとここはあんまりできていなくて、途中から、結構簡単なオーバービューでしか話せませんと。で、普通にインストールするときはどうするかっていうのがまず話すんですけれども、まあ、アーチリナックスアームって、本家のアーチリナックスとは別物のプロジェクトなんですけれども、
一般的なインストールの方法はラズベリーパイだとか、ポコプラグだとか向けに、イメージが公開されていて、タで固まったルート FS があるので、それをダウンロードしてきて USB メモリか何かに書き込んで起動するっていうのが一般的なやり方です。で、ただシンクエーサーの上で動かすためにはいくつか追加でやることが必要で、Linux カーネルのパッケージのリビルドと、あと、それを、ルート FS にインストールすることと、UEFI のブートエントリーに実際に追加してあげるっていう作業が必要になります。で、なぜカーネルのリビルドが必要かっていうと、どうもシンクエーサーの方で使っているカーネルが、普通のメインラインの方と違って、リナローのリファレンスプラットフォームカーネルっていうのがあるんですよね。こちらを使った方が、シンクエーサー向けのパッチが最新のやつが入っているので、まあ、良いというふうになっていて、まあ、ビルドの方法としては、.config を普通に Debian のところから持ってきます。どこにあるかっていうと、まだ持ってないので、スラブートの中に、スラブートのところにコンフィグ 4. いくつっていうのがあるので、これをまあもらってきて、でメイクオールドコンフィグして、メイク JN プロックって今やってる最中なんですけれども、すると、24コアがフルに回ってビルドが開始されますが、僕これ失敗しまして、このログどなたか見たことありますかね。僕はちょっと初めて見たんですけれども、これの解決に僕は2週間ぐらいかけまして、あ、まあ、なんだ、ヘルスロケーション、あ、そう、リロケーションエラーで、原因はこれ結局リンカーにあったんですけれども、トラブルシュートとして何をやってたかというと、デビアンの上でビルドをすると成功する、アーチリナックスのイメージの上でビルドすると問題が起きる、コンフィグも同じ、ソースコードも同じ、全く分からないっていう状況だったんですけども、答えは簡単で、ここの R うんたらかんたらアゲインストっていうところ、リロケーションうんたらっていうところだけで、検索すると出てきて、どうも、リンカーLD2.30 からぐらいに追加された、バグで、追加されたと思うと、2.30 に存在するバグで、Debian の方だと、LD のバージョンって 2.28 なんですよね。で、Arch Linux の方だと、これ今 Arch Linux カウントに CH ルートしてるんですけども、ちょうど 2.30 で、この 2.28 から 2.30 の間のどこかでこのバグが入って、リロケーションが失敗するようになってしまったと。で、このプロリク修正のプロリクエストはもう出ていて、2018年の2月5日に出ていて、もうマージされているので、 GitHub から最新のコードを持ってくるとできるんですけども、まだ 2.30 の次が出ていないので、解決していないという状況です。で、ここを、解決、うまいことパッチを当ててあげて、リンカスクリプトをビルドしてインストールした後に、カーネルをビルドするとちゃんとビルドが完了、成功して、Linux のカーネルイメージができて、それを使って、Arch Linux を起動するっていうのができているのですが、今のところちょっとまだ、完全な作り方みたいな方法は、公開できていなくて、そのうち GitHub のここにアップロード手順をアップロードするつもりなので、カミングスになっています。ちょっとデモしますかね。そしたら、一応起動してるっていうデモが見せられるはずなので、今は一応 Arch Linux の環境はできていて、今シンクエーサーボードのところに USB メモリがザクッと差してあって、その USB メモリの中に、Arch Linux のイメージが入っています。で、なのでリブートして、いじるとブート
を変えるとうまくいくはず。さて、デバッグ用のシリアルコンケーブルをラズベリーパイにつないじゃって、そこに今ログインしてます。こんな感じでこう出てくるの。あー、ちょっと待って、ちょっと待って。デビアンが入っちゃいましたね。デビアンが起動しちゃうと、これすみません、デビアンが起動しちゃったんですけれども、ちょっと待ってくださいね。デバイスマネージャーじゃなくてブートマネージャーのところでアーチリナックスとやると、多分これでアーチリナックスは選択できていると思うんですけれども、お、来た来た。というわけでアーチリナックスが立ち上がりましたとになっていて、今もうすでにアーチリナックスは動いているのですが、どうやって、やるかをは、まだ書いている途中なので、しばらくお待ちください。で、以上で僕の発表は今日は終わりで、どうですかね、シンクエーサーの楽しさがちょっと分かるかなと思います。すごく楽し、なんだろう自分でこうそういうものを楽しんで、いろいろバグをフィックスして、今後の ARM64 の発展に貢献していこうかなと思っている人にとっては、僕はすごく楽しくていいボードだと思っていて、でこれ13万円ってすごく高く見えるんですけれども、今後リファレンスとして使えるボードで、なおかつその UEFI とかもちゃんと動くので、いろんな96ボードって結構いろんなボードがたくさん出ているんですけども、大体1枚1万円から3万円ぐらいする。それを何枚もこう買い替えたりなんだりするよりかは、これを1台ポンと買っていろいろブートローダーレベルから、いじったりとか、Linux を実際に動かしてみてパッチを投げてみるとかするっていうことをするにはすごくいいボードなんじゃないかなと僕は思います。あとは最後にこう、もし同じく、シンクエーサーを買っていろんなことをやってみたいなと思う人のための、まあ、ドキュメント&リンクで、組み立てマニュアルの URL だとか、96ボードのサイトだとか、ノンイシューの URL だとか、カーネルはここだよとか、ハードウェアのドキュメントはここだよっていうような URL を示していきます。最後、ハードウェアのドキュメントはカミングスーンって、2018年の4月からずっとカミングスーンなのでそうそう公開されてくれると嬉しいなという感じです。以上です。ありがとうございます。平松さん、何かありますか？何か質問かな逆に結構本当いろいろ困ったことが起きるたびにこう平松さんに助けていただいて26コアってすごいね。あ、24コアですね。26はない、24なんですけれども、ビルドを回すと、ちょっと追加で回るらしくて、ローダーベージが26だとか近い値が出たりします。多分トップコマンドが、トップコマンドの本があるから。ああ、そうですね。Have you used JTAG? まだつながってる。まだ。Not yet. Actually, you can use a bus cluster 3. Do you know? Is it some fly swatter? Yeah. And
そう、私は、オリメックスの JTAG でアダプターは持ってるんですけども、 1.8V が使えるか分かんない1.8V の使える JTAG アダプターをちょっと探してから、必要だったら作ってからかなと。多分ね、バスラスター買う方が安いんじゃないかな。3000円くらいで買えるんで、あのドキュメンテーションに JTAG の使い方がそもそも書かれていて、ここから買いましょうみたいな感じで。それか多分さっき FTDA 使ったって言いましたけど、シリアで普通に FTDA を、はい、そう使いますんで、で IO と 1.8 に多分突っ込んで、それを JTAG で使うから。いや、それじゃなくて、たぶんキュロコードの、なんだっけ、ファームウェアのアップデートの仕方を書いてあるページからどういうのが一番。なるほど。そしたら、この後誰かな。そのままドキュメントも追加されると。結構いろんなところにドキュメントがこう散ってたりする。でも基本的には QDOC ボードのところに。QDOC のページからもう全部リンクされてるので、そこから飛んでいけば。シートじゃん。あ、本当だ、34の顔。ありがとうございます。買っておきます。FTDI ですね。FTDI ですね。中に入ってるモジュール的には、オリメックスの ARM JTAG Tiny H と多分変わんないんですけれども、電圧が 1.8V にいけるって書いてある点が違うのかな。おお。日本だと、JTAG の、なんだっけ、10ピンとかね、20ピンとか、のコネクターが全く売ってないです。ないです。自作しかないです。そう、自作しかないです。自作です。私はこれを持ってるんですけれども、ボルテージレンジが 2.0 から 5.0 か。ダメですね。はい、こっちを買います。しかもこっちの方が安い。元 KMC の組み込みの人に聞くと何か教えてくれるかな。ありがとうございます。これ買っておきます。ちなみに多分今彼がハマったカネルが古くてインストールできない問題はもうすでに解決したのです。デポートしてアップデートしてもらったので、もう4月ですもんね、あれほぼ1ヶ月以上経っているはず。そうなんだ、1回多分レギュレーションしてしまったんだよね、ちょうど。まあ、次同じことがあってもここからこう最新のを試してみるってことができるんで。ファームウェアはもう確か今はコマンド一発でアップデートできるようになってて、ファームウェアアップデート用の、データベースがなんかあるらしくて、でそのデータベースの URL 登録したからっていう話をされたんで、あとはもう普通に、FW アップデートの違いなんだけど、FW アップデートだったと思うんですけど、ちょっと待って、デビアンに戻します。リブートする。はい、いけました。権限が足りない。
ちなみに前試した時は最新のカーネルを、アーチリナックスに入れあのメインラインのアップストリームの Linux リポジトリのカーネルをビルドして入れたところ、なんだろうログインの時になぜかめちゃんこ重くなってパスワードを入れるんだけれどもログインがし、ログイン用のデーモンが死にましたみたいなことが出てきてこう無限に戻されるみたいなことも起きたんですけども RPK を使うようにしてからは今のところその問題は起こってないです。あとは小ネタですけれども今小暮で使ってるデビアンのバージョンにもちょっと問題があって今ここで推奨になってるデビアンのストレッチは ARM64 のパッケージ対応がちょっとしょぼくて、次のバージョン今テスティングになってるバージョンは結構 ARM64 のパッケージサポートが手厚いんですけれども今のバージョンだとないのでこのままいろいろ使おうと思うと結構大変な気持ちにならないといけなくなるので、今度今ちょっと、デビアン、シンクエーサーボード上で、いくつかの OS をデュアルブートトリプルブートするような方法を今ちょっと考えてる、まあ、普通にグラブがこう入っているのでグラブにエントリーを追加してうまいことやるだけだと思うんですけれどもそれができたらちょっと新しいバージョンのデビアン環境をデブートスタンプで作ってみて、まあ、そっちも試してみようかなというふうに考えています。しょぼいというのは どのあたりですか？いくつか入っていないパッケージがある、例えば私が気が付いたのは Emacs モズクを入れようとしたときにパッケージがなくてで調べてみると、その次のバージョン今9なんですけど今テスティングに入っている10次の10のところでは、用意されているんですけれども9の方には、パッケージがないという状況で主要なパッケージは9の方にもあるんですけれどもそういう細かいところでないっていう状況なので次のバージョンの方で試した方がいろいろいいのかなというふうに今考えています。少ないならばパッケージをリビルドしちゃうというのパッケージをしちゃうというわけですね。あとはシードを使うとか、要するに開発版というか、はい、アンステイブルというか、アーチ使うんだったらアンステイブルで使ってもいいんじゃないでしょうか。あと基本インストーラーは、はい、UEFI からデビアンなんですけど、はい、今一応ご作品にもいろいろしてもらっていて、ですね、最新のフェドラと、ウンズが、動くという話になります。すごい。あと、セント OS とレールについては、ご作品にしたいんだけど、ちょっとファームウェアのアップデート必要だねみたいな話になってきますね。ありがとうございます。アーチリナックスは個人的に好きなので絶対に突っ込もうと思います。パッケージを作るのがすごい楽なので、実際アーチリナックスアームって、アーチリナックスのは別物なので結構パッケージが少なかったりするんですけれども、まあ、少なくてもアーチリナックスは、簡単にパッケージが作れちゃうので、まあ、そういうところの解決も楽だろうっていうので、まあ、アーチリナックスアームを入れようとしてるんですがデビアに普通にパッケージを頑張って追加するのとどっちが手間かっていうとちょっと僕はいやデビアのパッケージも簡単ですよ。ほんまですか？経験変えてデビアのパッケージ簡単ですよ。すごい。いややってることこっちでやってることの方がもっとすごい。あれだ、FWD マネージャー、多分 GUI で選択できるようなやつがあるみたいで GUI? GUI じゃないな、CUI でできると思うけど FW と UTD-MGR
ちょっと待って、FWUPG あ、UPD か、UPDMGR わかんない。サーチしたのがいいかもしれない。はい、リラックス以外の。ああ、リラックス以外。リラックス以外の。本当に強いですか。アークロクリはまだやってる人いないかもしれないです。BSD 界隈の人とか、すぐにこれやってそうな気がするんですけど、まだ見てないですか。いや、すごい楽になるとは思うんだけど、まだ多分クロスビューでやってるかと思う。あと、ゼントゥの人ってもう現れてたんですかね。ちょっとまだ。いや、まだ聞いてない。先にやってそうな気もするんですけど、ちょっと後で教えてください。なんかいなさそうな、なぜか。他に何かある方？値段は安くなんないですかね。そっちは。これはまあもうちょっと量産できればって言ったんですけど、ね、逆に買ってくださいって言いましたね。僕はこれ買って後悔はしてない。結構楽しく遊ばせてもらってるんで。デスクトップも変わりたく思えば、はい、僕は最終的にこれを完全にデスクトップ機として、使おうと思っていて、お家の作業は大体あの上でやっちゃいたいと考えている。でその上で今ちょっとなんか、ARM64 の上で、MMU を有効化したりだとかいろんなアプリケーションを作ってみようというふうに思っているので、まあ、そういうのの開発をネイティブでやれるというのを目指していますが、まだちょっと OS のインストールが終わっていないので開始できてないです。じゃあ西中さん、どうもありがとうございました。